主役が映ってませんよ主役が映ってなかった、すごいね。 あっちから、あ、今映ってる、男前がかぶってますか、そろそろ、うん、10秒前です。9、8、7、6、5秒前。4、3、2、1。皆さんこんにちは、7月4日月曜日、時刻は午後4時を回りました。キャプテンにマカ長兄のお時間です。56分までですね、今日もこの宜野湾のスタジオからお伝えします。暑いね。暑いですね、うん、非常に暑い。こちらはね、窓からもう本当に真っ青な海が見えてるんですが、日差しがかなり強いですね。そうですね、はい、今日も56分まで生放送お付き合いください、はい、よろしくお願いします、はい、この時間お相手は屋良あゆみと、キャプテンでございます。ディレクターの D です。そして今日も素敵なゲストをお迎えしております。元木芳恵です。はい、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。はい、もう早速始まりますが、皆さんちょっとバテてるようですそんなことないですよよろしい、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい、はい、ね、気になるちょっと台風1号がね、昨日の午前9時に発生したということなんですが、こちらもですね、はい、気象情報には皆さんね、十分ご注意ください。はい、はい、さて7月もう入りましたね。1年も残すところあと半分となりました、うん、ねえ、うん、上半期ね、僕もいろいろと仕事にせわしなくあちこち行ったりしてますけども、はい、あ、まあ、あ、この後ね、経済的な話とか、あ、真面目な話もしますけれども、はい、まあ、キャプテンはいかがでした、この上半期を振り返ってみて。うん、まあ、景気は良かったですね。僕はね。お、いいことですね。で、周りもまあ聞いてても、うん、景気というかボーナスが上がったとかいう人も言ってはりますし、ある一部の、ね、業界とかが景気はいいとか、はい、そういう話はちらほらとは聞きますね。なるほどね。D は上半期振り返ってみていかがですか。やっぱり一番の大きいニュースはキャプテンにマカ長兄が始まったことですかね。おお本当に思ってますか今かなり棒読み感がありましたけど、ほんまか、なんか突然なんかおかしなことを言い出したから僕は固まってしまいましたよ甘い反応で。 D にとっては本当に新天地というか、はい、もう今年1年ね、新たなことへの挑戦、はい、挑戦という年だったと思うんですが、うんうんうんですね、いかがですかね、うんうん、いやでもやっぱり多くいろんな人と出会えたなっていうのは、もちろんキャプテンもそういうそれですけど、はい、愛してるよすごいキャプテンから愛してるの言葉初めて聞きましたけども、すごい熱い言葉がね、このスタジオちょっとより熱くなっておりますけれども、蒸し暑いでしょ、なんかキモいですからね。いえいえ、ジメジメはしてないですよ、はい、大丈夫です。いつもね、なんかあのD がね、僕が面白いこと言った時のね、目がね、ちょっとね、ほの字になってるのがね、ずっと気になってて、ね、ちょっとね、顔をあからめる感じ、はい、そうです。帰ってからね、ユーストリームでね、録画を見るんですけど、はい、もう D が笑ってくれてると僕もちょっとドキッとするんですね。ほっこりしますよね。はいはいはい、あのツイキャス早速小畑さんからは、はい、キャプテン今日も男前できてますよ、うん、ちょっと太ったんですけど、はい、そうですかね、はい、いろんなもの食べて美味しいものを食べていただきまして、いいことですね、はい、まあね、はい、でもそれでも男前ということで嬉しいですね。いや、なんかちょっと裏があるような気がしますね何か狙ってらっしゃるのかな、なんかお金貸してほしいとかそんなのあるんじゃないですかねはい、はい、ま、私もマカ長兄に出させてもらえて皆さんと出会いました。あ、はずきさんね、そうですね、そうですね、はずきさんもね、彼女もゲストに、うん、彼女もね、やっぱり商売人ですからね、はい、はい、なかなか皆さんと出会えてよかったというのはよく聞きますけどね、うん、はい、そうですね、はいはい、ゲストの芳恵さんは上半期とかって何か思うことありますか。
私あの前半は、はい、あのまあ、いつものゆるっとした感じだったんですけど、はい、あの5月ぐらいから初めてね5月もう先々月ぐらいの話ですね、直近ですね、あの5月ぐらいから、はい、あのね、33年間行ったことなかった沖縄にまさかね初めて来て、うん、はい、そこから週にね何回かとか、ね、週に何回じゃない2週間に1回とか、そうです、ね、うん、1ヶ月に1回とか来させてもらうようになって、まあ、こんなにね人生っていうか分からないことってね、うん、本当ですね、うん、あるんだなと思って、しかも一度も今まで来たことがない沖縄にまた縁あっていらっしゃってっていうところで、そうなんですよ、いや今となっては、ね、すごいなと思って、 FM 宜野湾でのまた、うん、はい、お世話になっております、皆さんお世話になっております、どうも本当にね皆さんもいろいろと思うところあるとは思いますが、はい、今日のテーマのでは発表です、はい、イギリス EU 離脱を受けまして、いきなりちょっと硬い話がなるんですけど、うち経済番組やったかまあね、キャプテンもいらっしゃるということで、まあ、世界経済、日本経済にどのようなね、はい、EU 離脱が影響があるのか、あ、はい、経営者としてキャプテンのですね、日本経済、うん、沖縄の雇用事情なども後ほどね、はい、しっかりとお伺いしたいと思います、はいはい、そしてメッセージは、主に自分の周りで感じる経済状況だったり、アベノミクスの効果を感じてますかというところで皆様のメッセージをお待ちしています、はい、アドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です、どしどし、お寄せください、メッセージお待ちしております、お待ちしております、はい、では早速オープニング曲いきましょうか、はい、はい、今日は7月7日晴れ、ドリームズカムトゥルさんですね、はい、こちらはキャプテンのリクエストということですか、まあ七夕近いですからね、うん、あとドリカムはね、やっぱり、あの声、吉田美和さんの声がね、うん、はい、晴れやかな感じですんでね、うん、この歌がいいんじゃないかと思いましてね、選ばせていただきましたよ、そうですね、はい、明日も晴れますように、では、はい、ドリカムで7月7日晴れ、途中でチェケラーって言いそう言ったのチェケラーエコサイズさん、おめでとうございます、天の声、エコザイルさん、天の声、エコザイルさんってああいう方だったんですか、そうそうそう、面白いわ、おいくつなんですか、いや僕と同じぐらいじゃないかな、ナイトライダーしてたのね、40代ぐらいで、40代ぐらいだとは思うんですけどね、ちょうど5、6分でしたね、そうですね、今膝が非常に痛いんです右膝を負傷しております大丈夫ですか、大丈夫ですよ、負傷というかそんなに激しく負傷はしません、軽く神経痛がなんか痛風とかじゃないですよね、違う違う、びっくりびっくり、痛風は可能性ゼロではないかな、痛風とか痩せてる人でもなりますから、そうそう、痛風はそうなんです、なんかストレスとか疲れてなるみたいです、ほんとほんと30度、これエアコン効かしても30度、はい、すごいですね、30度なんだ、あ、当たりです、エコザイルさん復帰っ子です、復帰っ子ということは僕の一つ、復帰っ子ってことは44歳、72年なんで、僕73年ですか、復帰っ子なんですね、うん、あ、この歌知ってるな、うん、ドリカムって懐かしい歌をね、うん、僕もいいな、ただあれなんだよね、車の中で聴くと眠たくなる確かにドライブな感じではないかも、確かにこれもなんかの主題歌じゃなかったっけ、ドラマとか、うん、なんか聞いたことあるよね、映画かドラマか、映画か、うん、確かに、また天体観測もいいですね、うん、バンも、うん、確か今解散したんだよね、あ、そうなんですか、ちゃんかったね、どうかな、確か解散したんじゃないか、ね、バンプですか、うん、休止かなんか、あれとはなく、確かそうなはずだぞ、僕の描写記憶が確かなあるのか、ニュースから見たような気がする、それで復帰したのかな、え、ないですか、リーは何を調べてるんだ、ダンプ
バンバン、なんか出てる。ちなみに7月7日晴れっていう映画があったみたいです。ああやっぱり96年あ映画なんだ。水木有沙さんとか萩原雅人さんとか。うーん、結構前なんだ。そんなに前なんだ。あ平戸田さん、キャプテン毎度毎度私も毎度ありがとう。阪神無念の最下位に落ちまして平戸田さんと僕は非常に悲しく、うん、もう俺うちに行ったろかな代打で自ら絶対三振絶対三振する。暑いな、うん、暑かったよね本当ね、うんうん、非常に暑かったですね。あんま変わんなかったよね。阪神のことは言わんといてって平戸さん、うん、俺もあんまり言いたくなかった公共の電波を使って、ね、平戸さんと阪神コミュニケーションをしました。これが30秒1分。カーバンク出るんだね。超変顔しすぎて最下位ですわ、うん、やっぱり、ね、メールとかってメールは今のところまだです。まだよね、はい、皆さんメールくださいメールください、うん、メールください。ツイキャスの方がすぐツッと入れれるし、ツッコミちょっとずれてるんだよ、ツイキャス聞いてる人と現場が20秒ぐらいずれてるから、ツッコミ入れてもこうタイミング来れないから、それもあるんだ。10秒前です。9、8、7、6。はい、時刻は4時11分を回りました、はい、キャプテンに真花町家の時間をお送りしております、はいはい、今日のテーマは、はい、もう EU 離脱っていうことで、はい、皆さんのメッセージもお待ちしております、はい、自分の周りで、ね、感じる経済状況だったり、はい、アベノミクスの効果皆さん感じてますか、はい、どうぞメッセージお寄せください。お願いします、はい、キャプテンはでは、はい、うん、しっかりとお伺いしていきたいと思いますが、ね、イギリスの EU 離脱したっていうのは、イギリスってもともとねおかしなことばっかりしてるんですよ。北朝鮮と突然ね、国交正常化したりとかね、ちょっと変わってるんですよ。あそこの国ってちょっと意外とね、はい、で、まあ、エリザベス女王ですか、はいはい、あの方の、まあ、家系とかもそうですけど、まあ、王政の、まあ、政権の中でも初めて離婚とかね、そういうのも、他タイとかでも王さんいますけど離婚とかあんまり聞かないでしょ、うん、まあ、日本なんか特に、結構そこら辺ではワイドショーとか騒がせてたりもしますもんね。だから、まあ、まあちょっとおかしな感じはあるんですけど、うん、これで誰が儲かるか言ったら為替やってる人が儲かりますね。なるほどなるほど。 FX ですね。だから為替っていうのは落ちても上がっても、まあタイ例えば日本円を持ってたら対どこの、ね、ドルとか、うん、まあ、いろんな何種類か銘柄があるんですけど、タイやったらバーツとか、うん、そういうのを、まあ、買って、はい、そのリザヤっていうんですけど、うん、その変動で利益を出してる人っていうのが、まあ、こういう、まあ、波があるというか不安定な、うん、ニュースが入ったりとかすると儲かるので、うん、まあ、その人たちは儲かってるでしょうね。それが、まあ、その投資家がね、うん、まあ、中にいろんな投資だけやってる人とか投資グループの人だとか、うん、あとファンド組んでやっておられる方、うん、で、まあ、経営者の方とか、うん、が個人でやってる場合で、まあ、トヨタとかああいう大きな会社が自分ところのプール金ですよね、うんうん、プール金を会社のプール金を運用していって、うん、まあ、利益を出していくような、まあ、そういう部門とかがね、うん、大きなところとかは儲かってるでしょうね。だから、まあ、通常日本というのは 96% ぐらいが中小企業で成り立ってますからね、はい、だから中小企業にそしたら恩恵がいってるかというと、アベノミクスというもの自体は あまりいってないんじゃないかなと。ただ一時期よりはちょっと、回り回ってね、はい、まあ、要は大手の下請けが中小企業という場合もありますが、そういうところは大手の下請けをしているところは恩恵は多少あるでしょうし、
アベノミクスってあれなんで言ってるか分かります？あれもともとあるんですよ、あのアベノミクス の元が、あの名前のネーミングの由来が。知ってました？あの3本の矢の話ではなくて、あ、じゃなくて、アベノミクスという名前はあるところでまた前やってたんですよ、あのね、レガノミクス、あ、そうそう、昔ね、はい、あのアメリカにレーガン大統領という元俳優の、まあ、あの中曽根さんとなんかよくロンヤスとか言ってるね、はいはいはい、あの人がやった政策とほぼ同じような政策をして、あの時にレガノミクスって言ってたんですよ、はいはい、でそれを安倍さんがね、アベノミクスという形で、はい、まあ、やってるらしいんですけれど、まあ、あの大したことはないなと僕は思ってるんですけど、僕も実際ね、あんまり、まあ、個人的なことなんであれなんですよ、為替とか、ね、株もちょっと運用で、はい、まあ、社会勉強の意味でね、為替は特にやってましてね、為替なんか特にそういう EU 離脱だとか、うん、はい、例えばテロがあっただとか、うん、そういうことですぐにあの反応する、変動で反応するんですよ、うん、ここね、僕1週間ぐらい、うん、あの EU の離脱あってから、うん、まあ、もう離脱するよっていうのは裏情報というか、そういうのが入ってきてて、はい、うん、ほんで離脱してからすっごい変動してますよ、はい、あの、うん、まあ、グラフなんか見たらもう上下、うん、そうですよね、いきなりね、まあ、だいたい金曜日で終わるんですけど、はいはい、まああれ金曜日でしたよね、EU 離脱のあれが。そうです、そうです、うん、でそれの月曜日にかけてね、うん、で終わり値と、まあ、要は買い値が極端にこうバンとね、はい、違ってたりとかね、うん、するのもありますし、うん、あの だいたい為替とかああいうのは金曜日、月曜日、あと月末、月始めっていうのがやっぱり、うん、やはりね、皆さんお金の運用というかいろいろ支払いした後とか、うん、まあ、いろんなものが入ってくる、うん、お金が入ってくる時期なので、うん、その時にはよく動きますよね。だから、まあ、株式なんかでもそのデイトレって言って、はい、あのまあ、1日での利ざやで、まあ、1回換金しても、まあ、手数料取られるんですよ、うん、はいはい、それは証券会社とかその仲介してるところにね、うん、デイトレやってる人は儲かってますね。だから長期、中期長期で買ってるおられる、要は方、うん、なんかはあまり儲かってない、あの変動しすぎて、うん、一時期あの上がって、ほんで他のとこ買ったら逆に下がっちゃったとかで、うん、結局プラマイゼロとかね、うん、まあ、あんなもあの公共のギャンブルですからね、皆さん株とかいうのがね、これ どっちかというとパチンコとね、全然違うもんやって思ってるかも分かりませんけど、やってることはパチンコと一緒ですからね、はい、パチンコは悪いわけじゃないですけどね、はい、だからあまりね、まあ、具体的にお金の持ってるところにはお金が回ってくるというのをよく聞いたと思うんですけど、そういう方でしかまず今恩恵は受けてないですね、一般庶民まではあのバブルの時期みたいにね、はいはいはい、には恩恵は受けてないようですけどね、うん、うん、まあ、どうなんでしょうね、経済学とかもしやってる大学でやっておられたりとかしてたら、はい、あれなんでしょうけど、うん、あのあゆみちゃんとか、あ、経済学は全くやってない、もう全然やってないですか、うんうん、まあ、そんなん言われると僕も困るんですけど、はい、まあね、まあ、でもだから日本経済とかやはりね、はい、私たちのそのね、生活をどうか変わっていくかっていうのが皆さんちょっと気になるところなのかなっていうふうに思うんですけど、ね、特にね、お二人は沖縄出身ですから、はいはい、その沖縄の雇用事情とかね、うん、まあ、その平均賃金もね、要は、うん、最下位じゃないですか、全国で、はいはい、でまあ、離職率も離婚率も結構1位、うん、2位を独占し、はい、まあ、大阪と ね、独占しちゃってる部分っていうのは、うん、どうですか、その周りとか、うん、お友達とか、あ、うん、そういう、まあ、経済的な、はいはい、もので、やっぱり本土と違うなとかね、まあ、沖縄独特のものがあるなっていうのは感じませんか、はいはい、でもやっぱり、うん、あの本土はあれじゃないですか、うん、そのトヨタしかりとか、あの生産業があるんで、なるほど、その要はその世界経済の変動とかを煽りとか受けたりすると思うんですけど、うん、沖縄の場合やっぱり経済 その構造がもう全く違って、そうですな、製造業なくて主に第三の観光とかサービス業なの で、ね、例えばそのどちらかというと、例えばアジアとの関係で何かあった時に観光がなくなって不景気とかテロ起こって不景気になるとかっていう、はい、そういう影響はあると思うんですけど、アベノミクスで直接影響を受けてるかっていうと、多分最低賃金とかが上がったりはしてるんですけど、直接的な影響を何か受けてるのかなっていうのはちょっと僕は分かんないって感じがしますね。正しい見解だと思うよ、うん、あの受けてないと思う、うん、確かにあんまり感じは、ね、うん、ないかもしれない、変わらんね、いい意味でも、はい、まあ、こんなん言うたらあかんけど、いい意味でも悪い意味でもあまり影響を受けないから、うんうんうん、
確かにテロとかの影響は相当ありましたかね、うん、ホテル業界とかは、ね、でしょうね、うん、それは来るためにはみんな飛行機乗ってきますから、うんうん、船で来るって言ったら、ね、よく、うん、あの泊まりにね中国船が毎日入ってきて、はいはい、クルーズ船で、ね、中国の方がね、はい、えらい来てなんかメインプレスとかで、うん、あんにゃ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 んってこんな感じでやってるでしょ、はい、いやほんまにあの、はいはい、入り口のところでね僕らよく行きますけども、はいはい、なんかもうバッとして中国人の方が、うん、そうですね、もうここ何年で、うん、本当に 1,2 年でもう圧倒的に増えたなっていう、うん、そこがもう本当にどこもかしこもどこ行ってもそうなので、うんうん、そうですね、4,5 年前に、うん、インチョンの韓国のインチョン空港の近くにあのカジノがありまして、はいはいはい、僕生まれて初めてカジノを見学しに行ったんですが、うん、やはり中国の方、太った方でね、富裕層、まあ、の方でこんな弦をゴムバンドで、ゴムあの輪ゴムで止めてこれぐらいの、はい、これぐらいの、あ、これぐらいの言ってはいけませんね、大体そうですね、うん、まあ、日本円で言うたら200万円300万円の束ぐらいのやつをゴムです、うん、普通のゴムですよ、ゴムで束ねてここに置いてルーレットのね、うん、台のところの前に置いて、うん、でルーレットくるっと回してこんな感じでやってるわけですよ、やっぱり景気いいんだろうなと思いますけど、だいぶでも崩壊して ね、まあ、ね、あの日本のバブル崩壊後のような状態にはなってるらしいですけど、うん、まだね、うん、まだ恩恵はね、うん、受けてるとは思うんですけどね、もう特に沖縄もクルーズ船とかありますから、もうクルーズ船のその曜日、ね、到着する日っていうのはもう明らかに違うみたいですね、うんうん、観光業とかの働いてる従業員さんとかホテルの方とかも曰く、そうでしょうな、はい、なおかつ中国が喋る人の需要の、ね、人材とかやはりね、うん、求めてたりとか、もう本当にもう外国人観光客ありきで今もう考えてるというか、うん、だから開き直ったらいいと思うんですよ、うん、沖縄もその観光業がね、うん、ほとんどで米軍のね、うん、中の基地のね働いてる人の収入がって言ってる数パーセントなんですよね、うん、あれ実際の全土のね、はい、でやっぱり観光業が一番多いわけですから、はい、もっとこう沖縄をねもっとどういったんですかね、アピールする、うん、で今移住者がね前にも言いましたけど、はい、年間に4万人ずつ増えてるということですから、うん、やっぱりその移住、うん、まあ要は県外からの移住の方を受け入れる体制とか、はい、まあ、いろんなことをね、うん、やれば、うちもあの助成金制度を使ってるんですけど、はい、あの沖縄県ってあの会社を、まあ、新規で、うん、要は設立すると、はいはい、従業員の給料とか、うん、まあ、5人10人単位で変わってくるんですけど、うん、補助が出るんですよ、なるほど、でパソコンとか買ってもそれに補助が出て、うん、で他の県ではないんですよ、要は沖縄って雇用が、はいはい、うん、促進しないといけない県なので、うんうん、それを、まあ、やってるみたいですね、うん、だからだいぶ得なんですよ、こっちで起業すると、なるほど、ね、こちらで起業する方にとっては、はい、そうなんです、だから普通の本土よりも、まあ、こちらで起業した方が、で僕も一軒ね、はい、去年の8月に設立しましたけれども、はい、だいぶ緩いですよ、緩いというか、うん、いい感じというか、うん、はい、まあ、消費税とかもね2年間ただになったりとかする、まあ、いろいろやり方があるんですけど、うん、まあ、そういうのも他の県よりは起業しやすい状況にはなるんですけど、うん、やっぱり雇用するとなった場合に、うん、雇用するとなった場合にやはり本土の、うん、まあ、決まりとかがこっちに馴染まないと、はい、なるほどね、いう場合が多いので、うん、なかなかこっちで人を雇うということができないっていうことなんですよね、だからまともにって言ったらおかしいんですけど、うまいことやっておられる方はもう本土の方から人材を派遣してきて、うん、まあ、その人を雇用して、うん、まあ、こっちに半分おらしたり、うん、まあ、移住させたりとかして、うん、まあ、雇用を、うん、促進してるっていうのが現状みたいですけどね、うんうん、なるほどね、うん、まあ、どうなんでしょうね、僕的には全く普通の一般の沖縄は特にそうですし、うん、他のまあ、静岡とかね福岡とか見に行っても、うん、そんなに今景気が良くなってるとはとてもじゃないけど、うん、はい、であれね、うちというか日本の、まあ、言ってみたら景気良くなる方法っていうのは、うん、やっぱり高齢者が多いわけですから、はい、金利ね、うん、金利が上がらないと、銀行の金利が上がらないと、うん、要は貯金大国なんで日本は、そうですね、はい、これは世界でナンバーワンの貯金大国なんですよ、うん、で確かあれ1800兆円やったかな、8000兆円か、800兆円かな、うん、が要は日本のその、まあ、言ってみたら国民が預貯金されてるだろうというふうに、まあ、言われてましてね、世界でも有数なんですよ、でこれこの間マイナンバーあったでしょ、はいはい、あれはねマイナンバーっていうのはあれを登録することによって、はい、
市とか、うん、そういう国側が個人の預貯金を閲覧することができるんですよ、うん、あれを登録する、うん、要は目的は脱税とか、うん、今本来払わないといけない相続税だとか、うん、払われてないんで税収が落ちてると、うん、それを税収す、ね、ちゃんと取ることによって、まあ、要は国として何か活性化、うん、したいと、要は国民の預貯金を狙ってるんですよ、うん、マイナンバーは。だからあの中にはやっぱりいろいろ勉強されてる方はマイナンバー発行を拒否っていう形で役所で言って、あの僕も実は受け取ってないんですよ。あの拒否っていうことも拒否もできるんですよ。あのねあれは要は高齢者の預貯金を狙ってるんですよ。でその方が亡くなったら死亡届出るでしょ、はいはい、その時に預貯金とやって納税がなければあんた納税してないよっていうふうにあの言えるようにしてるので、あれは結構皆さん分からないままにやってますけど、うん、あれ皆さんの預貯金ももう国が管理している状態なんです。これは資本主義なのかという問題になってくるんですよね。確かにね、はい、だから閲覧できるというのがね。そうなんですよ。だからこれも僕もね、いろいろなところで、お友達とかね、知り合いとかにも話してるんですけれども、うん、やはり結構怖いですよ、うん、今で、ね、安倍さんってアベノミクスで、まあ、プラスになったこともあるんですけど、はい、結構高派なんですよ。あの柔らかく見えるんですけど、うん、結構高派なんです、うん、だから、結構ねどきついことは結構やってるし、うん、法案もねこれちょっとちゃんともうちょっと検討したらいいんじゃないかっていうのも、うん、結構ねすっと通してるんでね、うん、はい、だからちょっとね皆さんもね、うん、注視してね、まあ、国の動きとか、うん、はい、って言うてんのに僕二十歳から一回も選挙行ったことないねん本当ですか。それは僕それ自慢なんですよ、いや本当はね、なんか行かへんかったら、ね、1000万かなんかの損害なんですよね、一人が一票行かへんかったら確か、そうやねんけど、僕はもともと基本的にね政治不信なので、僕が一票入れたところで世の中が変わるかというようなタイプの、これはいかんのですよ。これはもう反面教師に皆さんしていただいたらいいんですけど、まあ、経営者の方はそういうこと方、ね、多いです、はい、実際のことを知ってるんでね、うんうん、知ってるからこそというか、そうですね、はい、そうですね。でも皆さんも一人一人で、ね、なんかいろいろと政治とか注視したり、あと見極めたりとかね、うん、したいですね。いやだからあゆみちゃんの世代とか、うん、まあ、はい、あの吉江ちゃんの世代、うん、でましてやあの、うん、D の世代なんかは、ね、政治とだいぶ離れてるでしょ、うん、で友達で政治家になってるやつとかも少ないと思う。沖縄は近いからね、うん、そんなもおるかもわからんけど、はい、普通の本土の方は、うん、内地の方ね、うん、はあんまりいてないんですよ、そういう人が、うん、だから結構無関心やからね、知らん間に、うん、変なことが通ってたりしますからね、うん、そうですね、はいはい、なかなかね、うん、もう本当に自分の近いものとして受け止めないとなっていうふうにはいつも思いますけど ね、うん、ということで7月10日参院選行きましょう、うまい、そう、うまいな、さすがエース、いいな、うん、はい、ではリクエストナンバーね、2曲目行きましょうか、うんうん、はい、またこちらもね晴れてほしいっていうところで、そうですね、天体観測ですね、バンプオブチキン、はい、あれここ結構ね、バンプオブチキンはね、うん、また噛んでしまいましたけどね、はい、ラジオとかでね結構ヘビーローテーションなんですよ、まあ、あっちの内地の方ではね、はいはい、まあ結構僕も聞いたことありますし、これはね、一番、ね、名曲じゃないですかね、うん、名曲ですね、バンプオブチキンのね、はい、ちょっと噛みやすい、噛みやすい、バンプオブチキンこれどういう意味というところで、うん、はい、ではお願いします、はい、これもうめちゃ名指しだから、大きい金大きい金うまい、これ読めないよねだから CM 中よ、これ聞いてた瞬間やばいね、追加するしたら大丈夫だけど、車とかなラジオであれ流れたらやばいから、従業員とか聞いてたらやばいですよね、聞いてる場合あるから、やばいやばいやばい、まずいまずい、一部あれは
あれ店頭公開っていうか上場企業だよね、お気に入りのね。そうですね、もう参考のうちの一つで、俺思ってる最初一番お気に入りが一番大きいもんだよ、流銀が大きい。ああそうですそうです。実は流銀が大きい。あ、終了。あ、OK です。うん、オンタイムじゃない、だいたい近いか。そうです、はいはい、時間的には、うん、これ開けたら何分後ぐらいなんだろう、うんうん、あと、33ぐらいですか。33、あ、じゃあちょうどぐらいだね。まあ、見やすいならね、まあ、言うてる通り。もうこの後7月7日目前で夜空にお願いしたことで、そうですね、もうそれ今やりましょう。言いたいこと言うか、はいはい、結構ねお話いただいたんで、ちょうど行こう、うん、そっちの方が明るくていいね、はい。暑い、汗だく、俺いつもここで暑いね、暑いよ、汗だくで帰んねん。でも一番暑いですよ、今の場所が。風強くします、風。あ、そうやね、家が一番涼しそうだ。普通、ね、いつも涼しい顔してる。涼しい顔してる、ね、これ温度って今何度設定なんだろうね。ここ今20度設定。20度には絶対このね、日差しと機材で並べます。体感温度が全然違うと思う、ね、そうしないな、結構やっぱり大きいってな、20畳用ぐらいちゃう、10万ぐらいするね。ふずきは知ってるよ、ギギって意味が分かんない。なんか CM のあれみたいな。ね、しかもなんで葉月さんはそんなに知ってるんですか。やっぱ俺らより沖縄のこと詳しいからね。ああ、そこそこ観光で来てるから、そう、20回ぐらい来てるって言ってしましたね。それ以上じゃない。あ、それ以上来てるのか。1ヶ月に1回か2回来てるでしょ。この間も来てる。なんか滞在時間23時間で変えてる。すごいな、すごい。7月7日か、うん、早いなと思う、ねまあ、まあ、俺この間正月やってんけどな、本当に早い、今年早すぎる。早いよね、うん、いや早く感じてるってことは、あの充実してるってことなんだよね。なんか年を取れば取るほど早く感じるってことじゃないですか。あ、まあ、それは何なんですかね、年を重ねて、まあ、その集中力と充実感がやっぱり、ね、あの円熟のあれが出てくるんじゃないの、うん、やっぱりその無駄な動きなくなるからね、若い時にね、厳選されてくる、うん。赤道ラーメンにしすごいな、いつもだな。10秒前です。はい、もうね30分回りましたよ、うんうん、なんか課題話でね、ねえ、まあ、でもまあ的は得てたと思いますよ。そうそうそう、あの D の話もそうですし、うんうん、であゆみちゃんのね、はい、うん、でもさすがですねキャプテン、うん、ね、EU 離脱からいろんな話を、うん、僕はあの人生から離脱したいなと思ってやめてください。いやいや離脱しないでくださいよ。会社からも離脱したい。
まあ、いろいろね、溜まってるようですけれども、うん、はい、うん、いやね、もう7月7日、うん、で、あともう3日ですね、うんうん、そうやね、うん、昔ね、短冊に、はい、お願い事書いて、うん、まあ、いろいろやりましたけどね、はい、懐かしい思い出がありますけれどね、うんうん、今もね、7日の当日とかになるとあちこちでね、短冊とかがね、飾られたりとかしてね、うん、子供たちの願いとかが見られたりしますけれども、うん、一時期ね、はい、なんかカップルの願い事みたいなやつもなんかそっち方面になんか流れた七夕みたいなのもなかったですか？なかったですか？そっち方面って、いや、大人の方の要はカップルとかが、まあ、結婚できますようにとか、まあ、そういうなんか願いを込めたような、なんか七夕のなんか、あ、僕らの時はあったような気するんですけど、今はないんかな、やっぱりな。どうなんですかね、はい、でもやはりそれぞれの世代でね、願い事ってなったら、やはり大人になっていったら、そういう結婚とかそういったのも結構あるかもしれないですね。なんあれ、なんか彦星さんと、うん、織姫さん、織姫さん、めこぼしさんって言われてる、あのメスってみたいな、やだな、いや、あれするか、恋愛でしょ。そうですね、ですよ、だから多分、はい、1年に一度ね、出会えるというか、うん、天の川渡ってっていうね、うん、遠距離恋愛、今年天の川見られますかね、でもなかなかお天気的に、ちょっと先ほど週間予報を見てみたら、うん、あの7日から8日あたりにちょっと台風の影響で大荒れの天気となるかもしれないということなので、うんうん、もしかしたら沖縄はね、厳しいかもしれないんですが、そうなると、はい、なら1年に1遍会えなかった織姫さんと彦星さんは2年間会えないということですか？いや、でもこちらから空を見て天の川は見えないかもしれないけれども、うんうん、はいはい、自分たちの目では見えないけれども絶対会ってるんじゃないですか？なんかメルヘンチックなことを言い出しました ね、 ね、なんか大丈夫ですか？そうそうそう、雲の上に、そうか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 、そういう天候の影響は受けないので、あ、そうか、うん、僕はね、すぐね、どうやってのサンタクロースは実在しないとかいう派なので、はい、僕的にはなんでその織姫さんと彦星さんがね、うん、遠距離恋愛でね、どこに住んでるのおられるのか分かりませんけれどもね、うん、なんか、うん、1年に1遍会うからなんか短冊に願い事、え、織姫さんと彦星さんはそんなに偉い方なんですか？だから皆さんの願い事を叶えれるということですかね。この2人が出会える、うん、もう1年に1回のこの念願が叶う日なので、うんうんうん、それの嬉しさというか喜びとともに皆さんのも叶えてあげようみたいな感じなかったでしたっけ？あれちゃん、今バックミュージックでこの間の今彼も元彼言うのかけた方がいいと違うか？なんで今え、もう織姫って言うと、そう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 、今彼も元彼言うてかけた方がいいんじゃない？男性って7月7日の七夕の日って何か意識とかします？ないんですよ。だからね、今こういう、うんうん、すごいブラックな発言をしてるんだと思うんで、はい、どっちかというと何も物ももらえないですし、クリスマスって言ったらなんか物もらえたりとかするじゃないですか、ね、子供の日やったらなんかまた物もらえたりとか、うん、はいはい、お正月やったらお年玉もらえたりとか、うん、なんで七夕がね、そんなにこう、うん、皆さん幼稚園ぐらいの時からね、うん、なんか願い事書くんやでっていうとこう、ね、うん、なんか短冊もらって書いてるんですよ、はい、書いてるものを見たら大したことないんじゃないですかね全部サンタクロースさんでも叶えてくれそうな願いばっかりでしょ、はい、なんかたまにリアルなやつとかもあったりして、子供なんか最近の子供さんはね、すごい混ぜてますからね、うん、あ、なんか葉月さんからはマカチョウ系キャプテン、前にも増して今日は現実的笑い僕はね、もう現実しか話さんとこと、もう夢を語ることをやめましたね。え、どうしたんですか、はい、キャプテン。いや、もう目の前に見えるものを一つ一つやっていこうかと、うん、あ、でもそれ大事ですね、うん、一つ一つ目の前のことコツコツとね。そうなんですよ、着々とクリアにしていく。この目大きい人を思い出しましたけどね、元政治家の。私もそれ言っててちょっと思い出しましたけれどただあゆみちゃんの目がこう大きくなってきてましたからね西川明雄ですみたいな感じでね、ヘレンがお世話になってますみたいな感じになってます。ちょっと似てますね、また関西人ですからね吉江さんどうですか、なんか七夕の思い出とかってあったりします？七夕の思い出は別にないですね、はい、あ、ないですか別にないけど、さらっとない。ただ、うん、ね、例えばほらプレゼントを買ってもらえるとか、はい、なんとかっていう言ったらこう現実的ではないわけじゃないですか、はい、でそこにこうなんて言うんだろう、うん、ね、ロマンチックなね、そうそうそう、うん、夢があるんじゃないですか、うん、だから私はずっとそういうのは割と自分の子供にもやってあげたいんですよ、うん、あ、いいですね、七夕になるから、そうそうそう、なんかお願い事書こうとか言っ
ので、ね、この行事行事をね、そうそうそう大事にしたいなと思うので、うん、まあ、叶う叶わないとかそういうリアルな話は別にして、うん、はい、まあ、そういうこう一つの、うん、なんだろう、まあ、式というか、はい、いろいろね、うん、そういうのを大事にしたいなっていうだけでやってる感じですね。そうですね、うん、思い出したわ、うん、俺小学校6年ぐらいの時にさ、はあ、めっちゃお金持ちのお嬢様の同級生いて、はいはい、でその子が6年ぐらいの時になんか遠足のバスの中で私のところにはサンタクロースが来るのとかって言ってるのにムカついて胸ぐら取ってサンタクロースはお前のお父さんやって言ってやめたらちょうどお母さん同士が仲良くてそれで帰った後おかんに殴られました、ね、玄関で鼻血ブーです、はい、もうね、はい、それによっても夢も何もかもししお父さんなんだと思っちゃったんですよね。そうなんですよ。でトラウマになってるかもしれない。その後に会ってもう、うん、その彼女はねすごい立派な、はい、世界的にも有名なバレリーナに、うん、なりましてね、で、まあ、ある時にこうお会いした時に、はい、あの頃あの恨みは忘れへんって言われました。じゃあしっかりと覚えてらっしゃった。覚えてましたよ。怖い怖い、覚えてましたよ。よっぽどね、はい、インパクト胸ぐらは私掴まれてあの時すごいショックやってんでって言われてね。なるほどね、うんうん、なんか D ってなんか七夕に短冊に、はい、お願いしことしたいなっていう今年のなんか夢みたいのあるんですか。でもそれこそ、うん、なんて言うんだろう、リアルなものじゃなくて、うん、だったらいいなぐらいの本当に叶わないの、うん、まあ、よく書いてたのがイケメンになりたいっていうの書いてました。いやイケメンじゃないの。いやイケメンじゃないの。でなんか高校 の, そのブラインドで貼ってたりしたのにこうパッてやって半分受け狙いもあるんですけど、うん、誰もいじってくれないっていう。すごいね。でもイケメンになりたいってね。いや、ずいぶんイケメンだと思いますよ、僕は。ね、ここで言うのもなんですけどね、D は結構ね、まあ、どう言ったんですか、仕草とか、はい、ね、仕事ぶりだとか、うん、人間性が男前なんですよ。だからね、彼のその、ね、なんかくれや。いや、さっきのあれがあったんで、あ、そうか、ちょうどです。あ、そうか、そうか。そうか、そうか。まあね、イケメンっていうのもね、その人のね、まあ、例えば、本当にイケメンとかね、うん、芸能人になるようなイケメンの人って、別に芸能人になったらいいじゃないですか。それ以外の人ってたらみんなどんぐりの性比べやと思ってるんですよ、僕は。でそこの中でそのこの人いい目をしてるなとかね、生き生きしてる方はいいで、まあ、内面から出る魅力がある方っていっぱいいるじゃないですか、はい、そういう人を目指していただきたいなと僕はいつも、まあ、従業員のものとか ね, ね友人には言いますけど、でも僕はこんな感じになってしまいました。なんかもう卓越してらっしゃいますけれども、もうだからただ外見とかのね、そういう身なりとかあれではなくて、内なるビューティーというかね。そうそう、ビューティー。ビューティー。俺にビューティー似合うか。まあトータル的にね、そうそうそう、魅力がね、はい、エコザイルさんなんかはね、はい、お願い事が優待離脱したいって。あ、これ何、これ EU 離脱とかけてるのかな。あ、俺分からん、ごめん。エコさんごめん、俺また拾われへんかった。殺しちゃったボケ。あー、やってもうた。天の声やな。キャプテン、ごめんな。 EU 離脱からの優待離脱だと思います、うんうん、そうかそうか。いやほんまに困ったな俺は。すごい、ね、葉月ちゃんなんかはキャプテン、はい、男は夢とロマンも必要やでと。ロマンってさ、そんなんか今どうだろう、言わないよね。あ、なんかちょっと古臭い死後になってきてるよね。確かにロマンチックな人って、うん、なかなかいなくなったかもしれない、うんうん、ちょっと気持ち悪い感じになってしまいますよね。いやでも私でも好きですけどね、うん、やはり男気がある人がいいですね、男性はね。あ、男気ね、うん、相川翔さんとか男気あるじゃないですか。あ、うん、ういおい。今全然似てへん、二人とも。全然似てへん。それしか出てこなかった。そう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 、勝てなきゃみたいな。いや、あの人男気ありますよ。あ、確かにね、はい、まあ、でも男気でも、うん、昔の高倉健さんとか鶴田浩二さんとか、うん、ああいう感じのそのどうていうんですかね、男気というか、うん、まあまあ、どっちかというと2人、私の中でも男気イコール黒田投手っていうイメージが本当にある。黒田投手は僕一つ下なんですよ。あの方はね、素晴らしいんですよ、うん、上宮高校という大阪の有名なところで、はいはいはい、うん、高校時代は控えのピッチャーだったんですよ。控えだったんですか。そうなんですよ、
上にね、まあ、要はエースが、うん、まあ、同級生かにエースがおって、うん、で控えのピッチャーだったんですよね。あ、そっから大学に、上原投手もそうですかね、あのメジャーリーグ、はい、上原投手も、はい、だから結構ね、高校時代は控えのピッチャーであっても、うん、そっからプロに行ってエースになる、ね、ようなピッチャーっていうのはな結構いらっしゃるんです、うん、はい、だからあの方は素晴らしいですよ、黒田さん、ね、はい、じゃあ本当に努力してもう諦めずにずっと頑張ったところこそっていうことでしょうね。高校時代に控えのピッチャーがね、うん、ヤンキースのエースですからね。ですよね。で、一番最高が20億ぐらいもらってましたよね、年俸が。でそれを蹴って、はい、蹴って、ね、広島東洋カープに、ね、もうフルスのね、あのファンの方々のね、はい、やっぱ男前ですな、うんね、年近いのにこの僕の43歳のおっさんとは僕とは全く違いますな。顔顔顔のこと言うな。お母さんとお父さん、ね、いや違うけど、そうなんですよね。やっぱああいう、やっぱ黒田投手とかああいうなんか男っていうのが、うん、あゆみちゃんはですね。やっぱりよしえちゃんもそんな感じですか。私はどっちかって言ったら織田信長が好きですね。お、僕織田武道かと思いました。この間のああ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 よしどれだけですかも。なんか俺織田って聞いた、お織田武道って思いましたよ。わ、織田信長って見たことないでしょ。ないけど、はい、やっぱそれこそロマンじゃないですか。織田信長ってこんな感じなんだろうなっていうね。確かに確かにね、そうそうそう、いろんな、確かにイケメンのイメージありますよね。ああそうでしょう、うん、そうそうそう、はい、あの人ハイタモチだったんですよね。イライラするって言ってたでしょ、はい、要は、ホトトギスをあれして、うん、泣かんならね、殺しめてしまえって言うんですけど、うんうん、あの人あれ吐いたやったんですよ、ね、で自分でこう痛いから抜いて、で落ち着いた。だから要はイライラしてたのは、うん、性格ではなくて、うん、吐いた持ちやったらしいんですよ。で昔って歯医者ないでしょ、はいはい、でも自分で痛かったら抜いたりとか、もう虫歯とかあるらしくて、ね、でこれ何情報ですか、大丈夫ですか。いやこれほんまの情報ですよ。、はい、ちゃんとした歴史の書にそういう風に載ってるみたいでね。松岡修造さんみたいな方ってどうですか。ああ、もう熱い方、熱い感じ、はい、パブリーズね。私取材してインタビューとかしたことあるんですけど、うん、ああそうなんだ。もう本当にカメラ回ってない時でも熱かったですね、うん、あそうですか。あの人ね、東宝かなんかのね、はい、おじいさんかお父さんかが書いた本蔵師なんですよ。そうですね、そうですよ。松岡修造は、はい、のお父さんかおじいちゃんが東宝 の創業者ですよ、はいはい、確か、映画、はい、みたいです ね、ね、すごい大金持ち の、 御曹司なんですよ、はい、彼は。だから育ちはすごくいいんですよ。やっぱりね、パッとね見ても元気な中に育ちがあるし、ね、あの人の出してるカレンダーあるでしょ、はいはい、なんか、はい、あれでもありますね、はいはい、あれね、PHP 研究所って言ったら松下幸之助さんが設立したところから出してますからね、はい、だからしっかり、結構しっかりされた家柄の方なんです、ね、ね、はい、ちゃんと直筆のね色紙がもう宝物で、あ、で、そうですね、できるって書いてある。すごい。できる、子供もできるかも分かりませんね。そうそう、寝室に飾ってますね。できるって。なんかそれ、そういうあみちゃんちょっと違うやみちゃん。ねえ、もう本当にね、何でもあれを見たらできそうになるっていうね、素晴らしいですよ、あの方も。あの方は結構計算高いと思いますよ、あ、ね、やっぱりしっかりやってるのと、奥さん大変らしいですけどね、熱々のご飯しか食べへんらしいですからね。あ、はい、熱い、そうですよ、です熱々の、はい、ね、でマクドナルドももうポテトがあったまる、もうあったかいポテトを注文して、こうダッシュでこう、こう構えてね、クラウチングスタートばりにこうやってっていう本出されてますから、うん、なるほど。松岡修造的あマックの注文の仕方みたいな書いてあるんですよ。ぜひ皆さん、もう熱々なものを食べられるための注文の仕方だったりとか、あ、じゃあもうどこまでも本当に熱いのがお好きなんですね。そうなんですよ、はい、だって彼がいるところは若干気温がなんか上がるとか上がりますね、上がりますね。あの人はかなり濃く、ちょうどキャスに、はい、葉月さんが、松岡修造さんが海外行くと日本の温度が下がるみたいです。うちの JK 娘だ。いや、それおもろいな。なるほど、逆にもう日本を離れると温度が下がるっていうね。いや、でもあの人も講演会とかね、そういうイベントとか引っ張りだこらしいですよ、うん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 、本当にね、やっぱり元気を与える人とか、ね、人に笑いを与える人っていうのは、うん、なかなかね、難しいと思うんですよ。そういう方っていうのは本当にね、神様とか、うん、猪木でもそうでしょ、うん、あ、そうですね、普通ね、ビンタしたら訴えられますから、ね、それをビンタお願いしますってみんな言ってね、はいはいってやるわ
けでしょ。あんなんおかしいですからね。確かに、はい、で闘魂中にもみんなされに行きたいっていう、ね、ああいう人らも神化されてるんでしょ、ね、うん、本当ですね。僕はああいうところまで行きたい。あ、うん、なるほど。僕はそこを目指しております。あ、はい、なんかできると思います。あ、なんか松岡さんできる、できる、ま、松岡あゆみさんですなんかキャプテンだったら今見えました、うん、あ、でしょ、うん、松岡修造に似てんねとか言われたことありますよ。あ、本当ですか。あ、じゃあ熱い感じが、あの バカに熱いくせなあかん時あるでしょ、なんかあの、うん、みんなにみこしに乗せられて、うん、はいはいはい、そんな時やったらなんか松岡修造みたいとか、ね、ずっとこのままでしたからこうなんか常に構える、構える感じの彼もそう、戦闘体制でね、戦闘体制でやっておりますけど、ね、でも本当に彼、あの錦織、ね、うん、選手とかもやはり指導してた方だったりするので、うん、そういうのもあってね、やはりね、皆さんからもこうやってね、そうですね、あの認められてるっていうところがあると思います。言ってることは正しいですからね、うんうん、理論的にね、はい、うん、まあ そうですね、そんなとこですわね、うん、はい、7月7日からなんかどんどん脱線してしまいましたけどそうや、ごめん、みんなごめんまたお題を。キャプテンはあの短冊に願い事するとしたら何かとかってありますか、うん、金が欲しい。いや、もうすでにお持ちじゃないですか。これ以上ですか。もっと、あのね、皆さんが思ってるほどね、内容はね、やっぱり、うん、そんなに良くないですよ。やっぱりどこも大変であって、うん、でやっぱり従業員をね、うん、まあ、喜ばせようと思ったらやっぱりサラリーを上げないといけない、うん、で皆さんはね、まあ、例えば1万円しか上がってないってね、はい、年間思ってても200人従業員いたら年間で200万、うん、ね、上げないといけないわけですよね。ほんなら、あ、年間で、月間で、うん、それが年間になるとね、うん、いくらになんねやっていうことなんですよ。だから、あの僕らの経営側の考え方とやっぱり実際にね働いてる、うん、まあ、一番主役なんですけど、はい、従業員の方のその温度差っていうのはね、いつまでも埋まらないしね、うん、やっぱりそうなってくるとね、埋めようと思って無理するとやっぱりすごい莫大な人件費が一番高いわけですから、うん、やっぱりお金はね、いくらあっても邪魔になりませんので ね、 そうですね、はい、でこんなん言うラジオで言うことじゃないかもわからないですけど、僕みんなに正直に言うてるのが、世の中のね、はい、99.6% まではね、お金で全て解決するんですよ。これはね、あの、いや、変な意味じゃないんですよ。すごい現実的なお話が。いや、じゃないんですよ、うん、これをね、逆に違うとか言ってるとまだまだやなって言われるのが僕らのその、まあ、経営者仲間の世界、それを分かった上でどう上手にお金を、まあ、例えば1000円のものを1万円に見せたりだとか、1万円の価値にしてみたりとか、そういうことを上手にするか、お金って限度がありますから、何でも物事限界がありますから、得れるものも限界があるし、やることも限界あるんだけど、それをまあ自分の人間性も磨いてね、プラスアルファにしていくっていうね、ことをよく言われますね。なるほど。だから逆にあえてお金、あえてね、あえて、うんうんうん、なるほど、深いですね、また言い訳に聞こえへんかなるほどね。なんか吉井さんはなんかあります、うん、お願い。私、2つあって、欲張りなんですけど。欲張りですね。1つじゃないんだ。そうそう、1つは、うん、痩せたい何か CM で見たことありますけど痩せたい、もうね、万年ダイエッターなので、もうほんといい加減ね、コミットしたいなって思いますね。ライザップでもね、そんな全然、いや、あの、特にほら、ここを出させていただくようになって、はい、ラジオとプラスこう映像があるじゃないですか、うん、あゆみちゃんめちゃめちゃスリムで横に映ってると、だいぶね、なんかあの遠近法を使って声をね大きく出すから、もうちょっと後ろに下がりたいっていうね気持ちに毎回なるんですよ、うん、まあ、痩せたいっていうのと、うんうん、あと私、あの、毎週火曜日夜10時から、はい、もう一回言うんですけど、毎週火曜日夜10時から、はい、ナイトガレージっていう番組をやってるんですけど、はい、うん、あれがね、やっぱりあのさせてこう進行ね、あゆみちゃんみたいにさせてもらって思うんですけど、うん、面白くなりたい。あ、もうそれは本当にね、ずっとの願いですね、私もそうかも、うん、面白くなりたい、私もあゆみちゃんみたいに諦めないでとか言いたい、うん、ここは吉本の養成所かなんかみんな、なんか面白くなることにね、最近なんかとにかく自分が面白くなりたいっていうなんか意志を感じる。本当になんか面白くなりたいのは万年の願いだわ、うん、本当に、うん、なんか連絡事項でね、こう連絡もやっても、うん、なんか面白いことやろうってみんな思ってるんですよね、うん、スタンプとかでね、これどうなってんのかなって、まあ、でもいい傾向やと思いますよ。そうですね、はいはいはい、皆さんね、もうこうやってね、はい、4人でね、うん、切磋琢磨していって、うん、そうですね、なんか日々ね頑張っていきたいなって思いますけれども何の決意表明でしょうか
も本当の願いはね、あんまり口に出したらダメだっていうことなんで、2番目ぐらいの願いをね、こうやって、おいおいおい、先に2番かい、俺もう1番目の願い言うてもうたかな、お前。じゃあ皆さんのだからそういうのがあれなんですよ、2番目ぐらいの願いかなって思いもあって、うん、あ、なるほどなるほど、そうそうそう、うん、いやそうそうそう、俺今すごいショックやったわ、一番目、一番重要な言うてもあゆみちゃんはどうですか、願いは。だから一番のものはもう心の中に止めておいて、うん、いてなんやねん、ちょっと言うのめんどくさかったでも面白くなりたいっていうのはあるかもしれない、まあ、まあそうやね、うん、あゆみちゃんなんかそういう感じ時々しますねどういう感じ、あの連絡網の交換の時にやっぱり面白くなりたいっていうか、やっぱり 人かは自分でも前進したいというね、あのいろいろ講師とかもされてますけど、そういうこともね、やっぱりされてても言葉の中にありますからね。あ、一応聞いてみましょうか、あっちの方のあの D に、はい、ズバリ D の願い事をお願いします。いやでも前置きがあったんで、はい、僕はイケメンになりたいでいきます。ほな、あの高須クリニックとか、イエス高須クリニックみたいな感じ、世の中の、いや本当は一番を言おうとしたんですけど、前置きがあったんで、もあえてイケメンになりたいって言ってきました。なるほど、ね、自分ら二人ずるないか俺に先に言わしといて、ね、D が思うイケメンというか、はい、どういうイメージになりたいなってのあるんですか。それこそだから最初に言ったもう見た目の問題です、うん、あ、どういう人、具体的に、そうそう、具体的に、具体的に有名人とかね、は、あ、誰だろう、まあ、世間一般でいうイケメン俳優とかって言われる類の人とかですよ、うん、まあでも稀にイケメンじゃない人もいるんですけどね、その中に。え、好きな大ファンの人でこういう人にを目指したいみたいな人はいないんですか。はい、うん、まあ、もう僕の好きな台湾の、あのアイドルの方がいるんですけど、ーアーロンっていう、イェン・アーロンさんっていう人が憧れです。イェン・アーロンさん、あ、この前カラオケで歌ってた方ですか。はい、あ、いや、あれではないです。なるほど、はい、あのそれやったらアーロン・ヒロキかなんかの名前に来たらどうですか。いやなん、ここでね、別に D じゃなくてアーロン・ヒロキっていう名前でね、まあ言いにくいですけどね、おいアーロンって日本もうだんだんだねみたいな、そうそうそう、あのそのボブとかになってるはい、まあ、そうやね、ね、まあ、もう今日はね、うん、皆さんの7月7日の願い事まで聞いたってことでね、うん、なんかいい感じになりましたね、うん、今日は ね、キャプテンの深い話も聞けましたし、良、うんうん、かったですね、はい、で来週はね、うん、あの大阪から素敵なゲストがお越しいただくっていうことで、うんうんうん、そちらもぜひ皆さんお楽しみください。また世話しないのが来ますからねもうこっちはもう構え、ね、すっかり気遅れしてるんですけど ね、 ね、このスタジオまた賑わうと思いますので、うんはい、ぜひ皆さんお聞きください。そうですね、では来週またお目にかかりたいと思います。そうですね、来週は7月の11日の月曜日ですね、はい、午後4時に、お会いしましょう、はいはい、ここまでのお相手は屋良あゆみとキャプテンでございます。ディレクターの D です。はい、ゲストは本木芳恵でした。はい、ではせーの、おおきにバイビー、あかーん